テトラフルオロエチレンは炭素原子とフッ素原子だけからなる C2 解4という分子式で表される化学物質である。工業的にはポリマーの製造に用いられる。また有機化学的にはディールスアルダー反応を起こすことができる。ドフは4つの水素原子がすべてフッ素原子に置換されたエチレンの誘導体である。無色無臭の機体で 基本和の復活炭素化合物であるため、嗅覚性を持つ。重合して、テフロンとなる。PTFE は、フッ素と炭素だけからなる二つの復活炭素樹脂のうちの一つである。もう一つは、トフト6から9%のヘキサフルオロプロペンからなる、フェップである。トフはまた、水素や酸素を含む化合物とともに、多くの強重合体を作る。トフを含むプラスチックには、 エチレント1、1で混合した ETFE やランダム、強重合体の PF などがある。PF の製造に、デュポンは主にメチルビニルエーテルを用いているのに対し、ダイキンはプロピルビニルエーテルを用いている。トフを使った多くのポリマーがあるが、トフの重量比は通常50%未満となっている。トフはクロロホルムから作られる。クロロホルムは、フッ化水素と反応して、 クロロジフルオロメタンとなり、クロロジフルオロメタンが熱分解してドフが生成する。実験室的には PTFE を減圧化で熱分解して製造する。PTFE にはひびが入り圧力に依存して C2 回ンなどの物質が生成される。ラットに吸入させた時の LD50 は約4万 ppm である。 国際眼研究機関による EAR ク発眼性リスク評価ではグループ 2A に分類されている。デジン・サング、ドン・ジムーン、ヤング・ジュン・リー、スーク・イン・ホン、カッタリティック・パイロラッス・オブ・ダイ・フロー・ロク・ロー・ロメセン、ツープロデュース・テトラ・フルオロ・エチレン。インターナショナル・ジャーナル・オブ・ケミカル・リアクター、エンジニアリングに、A6 ・フナジ・ RJ ・ボーム・ K ・テトラ・フルオロ・エチレン。 A コンビニエントラボラトリープレパレーションシンセシス1982ページ454ナジ、RJ ボーム K テトラフルオロエチレン A コンビニエントラボラトリープレパレーションシンセシス1982ページ 454EARC MONEGLAFUS CRASE f a c t i a n ありがとうございます